浦島さん。はい、えー。前回に引き続き、えー、ゲストの西澤ロイ先生に来ていただいてます。いやいや、今日は、ね、本当は来たくなかったんですよ。なぜかっ言ったらね、やっぱりびょ僕ね、病院大っ嫌いなのよ。 お医者さんだからねお医者さんに会うのもね、ちょっとね、なんかもうドキドキしちゃってだめ。ね。なんか聴診器ぶら下げてるしね。そう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 。単なるイラストですし。もぐりですのでご安心ください。そうですか注射はないでしょうね、注射は。ああ、残念ながらまだないですね。未開発です。もうね注射が嫌いなんですよ。注射はないわ、この本はね。 うんはい、英語学習のつまずき50の処方箋です。今日はいよいよ。だけど、だけど、ロイスさん、これ、11冊目そうですね、おかげさまで。すごいね。はい、あ、11冊目なんですか。そう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 。すごいですね。<ー>このペースでいくと、浦島さんを抜くんじゃないいや、抜くか、人抜く。<laughs> え、でも40冊ですよね、浦島先生。<laughs> そう、40冊。年齢が年齢だから。 うん、でも、まあ、その年齢までいくと、これ抜くんじゃないかな。抜く抜く、うん。素晴らしい。<laughs> ということでね、ここにはですね、いろんな病気が書いてあるんですけど、これを病英語のそのなんだ、えーっと、つまずきを病気になぞらえようっていうのは、だいぶ昔からやってらっしゃるんですかえと僕がイングリッシュドクターという肩書きを見つけたのが2015年の秋ぐらいなんですね。はい。それまでずっとあの僕、普通の教え方ができないって、 悩んでたんですよ。うん、俺何者なんだろうと。へぇ<ー>うティーチャーじゃない感じなので、カウンセラーかな、コンサルタントかなとか悩んでたときに、うんあのー、友人にですね、ロイさんはね、優しいお医者さんって言ってもらって、<ー>そこで、あイングリッシュドクターというふうにひらめたんですよ。おー、なるほど。 の比喩がすごく当ててはまるなと思っそしたら例えばじゃあ日本人の三大疾病ってないかなとか、うん、こうなんかねがんの心臓病みたいな感じで、うん、英語だと三大疾病とか五大疾病とか、うん、そういうのないだろうかみたいな問いからその研究が始まりましてなるほどねでここにいろんなその病気のね症状が書いてあるんだけど 三大疾病とはないとは書いてないんですけど、50の病気が書いたんですよ。そうですね、50個英語病。ちなみに、この本を書く前に、うんあの、マインドマップみたいな感じでいっぱい書き出したんですけども、あ今、マインドマップを見せていただいてるんですけど、うん、ポッドキャストのことは見えないですが、すごい細かい。これあの、A3 を紙2枚あって、はい、だから300以上の英語病が、 いっぱい出てきたんですよね。はあ、はあでこ。で、ここをまあ、この中でどれにしようってやってしまってって、うんうん、で、まとめてちょうど50個にあって、きれいにですね、なんか本としてきれいな感じで50個にまとまったという感じですね。あ、はあ、じゃあもっとこれ以外にも病気はあるってことですね。まあ、細かいのを言い出したらいろいろ、はい、あります、ね。なるほどね。それで、まあ、第一発目に出てるのが、えー、診療科も、診療科でいうと英語学習総合科です。それの えー、エゴイヤ病ということで、うん、エゴイヤ。エゴイヤ病っていうのは一体何ですかこれ、ロイ先生。エゴイヤっていう病。あ、それかそれ <laughs> <laughs> <俺>かエゴイヤ病なのね。なるほど。<laughs> なるほど、なるほど、なるほど。英語への、えー、概要。英語への苦手意識や嫌いという思いがあるためにやる気不全。 やる気不全 <laughs> やる気不全を引き起こしてしまう英語病だそうです。勉強したくなる、したくなくなるじゃないですか、英語嫌いだったら。うん、英語で嫌、英語嫌、英語嫌病は結構多いんじゃないそしたらね、あのー、なんだろう、えーと、ちょうど受験生みたいな世代にはさ、それで症状が、典型的な症状、英語学習に対するやる気が出ない、続かない。 英語は楽に短期間で身につけたい。忙しいことを理由に英語学習を後回しにしてしまう。うん、英語が必要なので歯を食いしばり頑張って勉強している。歯を食いしばり頑張ってるのもやっぱりエゴイ病なのね。そうあの、苦手意識があるからこそ頑張っちゃうんですよね。ああ、なるほどね。で、英語を頑張らなきゃと思ってしまう人は要注意。まずは英語に触れることをもっと楽しんでくださいということなんですよね。 これの治療ポイントはどんなとこですかまああの嫌いっていう感情ってあの解消できるものなので例えばですけど<ー>昔嫌いで食べれなかった何か例えば僕昔ピーマン嫌いだったとかそういうのもある時食べてみたらあ美味しいじゃんって言ったら好きになるじゃないですか。はい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 。 のなんかこう嬉しくないとか、うん、そういう感情があったら嫌いっていうふうに思うだけで、うん、もうその嬉しくな,ないなんですかねも,もっと楽しいものなんだよとか、うん、そこのね感情さえ変わっちゃえば全然嫌いと思う必要はなくなるんですよね。うん、でその英語が嫌いって、まあ、大体先生が嫌いだったとか、うん、まあ教え方が良くなかったとか、うん、まあその辺なわけですよ。うん だから、そうじゃない学び方をすれば、もう嫌う必要はないんですよね、本当は。なるほど。はい。えー、それで、この中にですね、えっ、ー、と、英語がうまく理解できず、暗記が嫌になったケースっていうのがあって、えー、うまく理解できないわけがわからないことが原因で、英語が嫌いになってしまうケースがお、おそらく一番多いでしょう。この場合には、 うのみーっていうのはですね、えー、暗記病なんですね。それがうの、えー、みーです。はい、英語はね、暗記科目だと思ってる方、非常に多いですよね。そうですね、ひたすら覚えるというね、こういうふうに思っちゃった人は、もううのみーに感染しているということですね。結構、年配の方に英語を覚えたいっていう人が多いんですよ。 英語を話せるようになりたいではなく、覚えたいっていう方をする方、結構いらっしゃって、うんうん。なるほどね。これはでもつらいよね、そういう病気にかかるとね。はい、えー。処方箋が書いてあります。このエゴイア病ですね。エゴイア病を抱えたまま本格的な英語学習を行うことはおすすめできません。楽々学べる方法を探し求める英語難民になってしまう可能性や、 逆に歯を食いしばって勉強を行った結果、うまくいかずに英語学、英語習得を諦めてしまう危険性もあります。まずは英語との触れ合いを楽しむことを意識しましょうと。えー、楽に学べる方法を探し求めると、英語難民になるということでね。あのー、まあ、これなんとなくわかるね。<laughs> うん。はい。というね、まずエゴイア病。これが重症、まあ、危険度3です。 えー、気をつけましょうということで、浦島さんの好きな好きな病気っていうか、気になった病気はこのこのネーミング最高。うん、<laughs> 英語骨粗しょう症。<laughs> はい、英語骨粗しょう症です、ね。あの、吉村さん、はいはい、これ、どんな症状がわかります見たらだめだよ、見たら。骨症っていうのは、うん 要するに骨がスカスカになる病気だから、うんうん。なんだろうな。なんかその、学んだつもりでちょっとも学べてないみたいな感じなかな。うん、<laughs> 違う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 。英語の骨がないんだよだから。<laughs> あ、骨がない。骨がない。骨がないっていうのはどういうことだ、うん、いや、だから文系とかさ。うん いわゆる品詞、まあ、だとかその辺の基本的なものがないわけですよ。ねそうですよね。はいそういうことです、うんうん。なるほど。基本ができてないってこと、うん、まあいわゆる骨格がないってことかな。そうですね。だから、ね、言語ってまず土台として骨格になるものがあり、うん、その上に意味が乗っかってくるんですよね。でこの意味が身とか肉みたいなものなんですよ。でその下の骨格<ー>これが骨なので。うん ここを、まあ、ちゃんと段階を踏んでやっていかなきゃいけないんですけど、いきなりこう、うん、肉を食べようとして、味はおい、うん、しく食べようって思って、うんうん、で、骨がちょっと弱い方が多いんですよね。なる,なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。こういうね、こういう、ういう見えるかな。英語骨粗しょう症、えー、SVOC が苦手だなっていう絵が描いたんですよね。<laughs> うんということは、 えーまあ、典型的な症状が英文を読む際、まず意味から考えていると。それから品種がよくわからない。文系、例、SVOC に苦手意識がある。うん、英文の意味は単語をつなげてなんとなく推測している。うんえー、because と becauseof の使い,か使い方の違いがよくわからないが典型的な症状だったそうですが、うん、さて、この英語骨粗し症を治療するためにはどうしたらいいのでしょうか。 まあそのさっき言ったようにまず骨と肉の部分があるのでこの骨として品詞をちょっとまあ苦手な方多いとは思うんですけどまずはそうね品詞をちゃんとちょっと学んだりとかそこに対して意識を持つことがまず大事ですかね。なるほどね。これ面白いんだけど最近中学校やなんか意外とこの辺に時間使ってないような感じがしますよね。 品種だとか文系だとかそんなに我々の時っていうのは結構そこに時間使ったような感じがするんですけどね。うん、これ今の,あの僕らの世代だとなんかさグラマーってあったじゃないですか。うん、今あるんですか もちろんある,あ,るあるんだけど、まあ、教科書の中に入ってるっていう感じかなあ。なんか昔はなんかグラマーっていうのが別の本で出てた気がするな。うんうんうん、いや、それはこ高校でしょ。高校か、うんうん。中学校はここ、うん、一冊だったと思う。うん、なるほどね。うん、だけど今、昔はね、うん、僕たちの時もリーダーとグラマーに分かれてたんだけど、今、なんか知らんけど、グラマーっていうのはないような感じがするよね。なんかコミュニケーションだとかなんとかって。 なんだか,かんないような感じの,あの分類になってますよね、今。うん、うん、コミュニケーションはよく言われることですよね。うんうん、でも、この骨粗し症,症っていうのは、やっぱりグラマーは大事だぞということですかまあ、そのリーディング、ちゃんと本、その英文を読むことを考えたならば、うん、土台として必要ですねなるほど。でもやっぱり文法嫌いっていう人圧倒的に多くないです まあそういう教わり方をしちゃって、まあ仕方ないかなとは思うんですけど、うん、あそうですよね、うんあ。なるほど。じゃあそういうなんていうかなあの嫌な思い出がある人にあの実はそうじゃないんだっていうような教え方って例えばどうやるんですかまあその骨格のあたりは結構パズルみたいなところがあるので、うん、パズルはいパズルだと思ってちょっとやってもらうことはありますね。 例えばそのこの、この単語の品詞は何でしょうみたいなクイズみたいな感じで名詞とか形容詞とか副詞とかそういうのを当ててもらうとかうん、うんうん、なるほど、うん、名詞、副詞、形容詞、動詞ぐらいはなんとなく分かりそうな気がするけどいや、それが意外と分かんないんだわあ、そうそう <laughs> いやまあ、正直言って僕も学生の頃品詞の概念って形容詞と副詞の違いっていうのは分かんなかったですよねやっぱりね。だけど語文系を勉強してその時に品詞がね品詞が分かんないと全然語文系っていうの分かんないから、うんうん、品詞と語文系の概念っていうかその辺がビシッとした時に初めて英語ができるようになったっていうのは感じしますよね僕はね個人的に。 本当。だから、英語だと、あの、日本語との違いで、日本語は一単語一品種なんですよ、基本。でも、英語は一個の単語がいろんな品種になるから、そこで言って戸惑う方が多いですね。あ、そうか。動詞と名詞が同じ形とかね。まあ、形容詞と副詞だと、ァーストってね、ファースはそうだよね、早く。うん。 形同じだけど、どっちも、あの、福、う、祉、ん、もなるし、経由心もなるっていうんで。そうだね。<で>そんなの出てくると、大体学生が分からなくなっちゃう。うんうん、ファーストフードと、うん、ゴ,ゴーファーストとかするか、うんあ。そう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 ,そう、うん。そうですね。なるほどね。あ、そっか、うんまあ。確かにそれはそうだな。うん、それってどう、どういうふうに教えるんですかね、例えば。 それは一個一個教えるしかないんじゃないかなうん <laughs> なるほどね。うん、そうなんですね。うんうん、はい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 。僕もね、実はこの語文系ってね、うん、苦手なんだよね。今でも苦手。これはやっぱり、あれ、浦島さんのところでも教えるんですかあのね、うん、やっぱり、あの、んて言うな文法弱い子には教えるね、やっぱり。 うん、これ、覚えなってして。うんうん、で、これ分かれば、大体英語は見えてくるよって。これ、ロイさんも、その SVO とか SVOC とかっていうのは、やっぱ教えるまあ、必要があればですね。うん。ね、まあその結局、全部大事って言っちゃえば大事なわけですよ。うん。 そういう文法だって大事だし、発音も大事だしとか、大事なことを挙げ出すといっぱいあるので、うん、結局社会人になっちゃうと、うん、もうあとは自分の目的に沿って何をやるかが大事だと思うので、うん、ここでちゃんと読めるようになりたいっていう方は、うん、じゃあ、ちょっとここの土台固めましょうかみたいな感じで、この英語骨粗しょう症を直していくっていうことをやりますかね。うん、なるほどねはははは。あとね、私がこのネーミングで面白いと思ったのはね、うん えっと、このね、ネーミングっていうかなんかちょっとドキッとしたのはね、薬依存症。薬依存症。薬、薬、薬、薬依存症。<laughs> うまい。このうまい。うん、あだから薬、薬じゃなくて薬依存症ってちゃんと言ってくださいね。薬依存症です。薬じゃなくて、あの薬するの、ね、トランスレートするの薬に依存しちゃってるんですよね。うんうん、でこれ薬依存症は、薬さずにはいられん。 うん、っていうね、あの絵が描いてあるんですけれども、うん、ちょっとあれだねあの、見えないね、見えていい。え、訳さずにはいられない人、多い気がする、この依存症の人。<laughs> まあ、そうやって英語を習っちゃってますよね。うん、いや、そうなのよ、だから、その英語のままでいると落ち着かないっていう、なんか症状がある人は結構多いかなと思いました。うん、うん でその訳も,、うん、訳も全部ノートに書きたい人ね。ノートに書きたい人ね。<laughs> 書かなきゃいいって言うんだけど、書きたがらあるんだよ、ね、それでなんかあの、すげえ不自然な日本語に訳しちゃうみたいなさ。これはやっぱりロイさん、どうしてこうなるんですかねどうしてまあ、その、うん、もうそういう教え方、そういう思い込みだと思うんですけど、学校で。 その日本語に訳すことで初めてこう丸をもらえたりみたいな感じで<ー>だから本当はその、うん、頭の中でイメージをこう描ければ分かってることになるわけですけど、うん、でもそれを先生も確認したいわけですよ。なるほどだからまあ日本語に訳すという手段を取るのはわかるんですけどただそのはい、はい、確認するためであるはずのその手段が目的がしちゃって、うん、訳さないとダメみたいな感じで癖になってしまうのかなと思いますね。 いやーそれわかるね。で、この例として挙げられてるのが、I took my son to the park っていうね、英文がを見たときに、どうしても私は息子を公園に連れて行ったっていう日本語を出して理解したくなっちゃう。うん、だけど、それはまあ、本当はそんなことしなくていいわけで、はい、この下にね、絵が描いたんですけども、えっと、 この子供を連れて公園に行くっていうね。まだから手行だから手で掴んでるわけですよね。そうだね。で掴んだのが自分の子供で、その、うん、連れてった先、持ってった先が公園っていうだけですよね。そう,そ,うそ,うそう、それがイメージされればいいわけで、うん、その日本語にする必要はないと、うん、いうことですね。うん 役依存症ですだから例えば、マイ・ブラザーって言われたときに、うん、それは兄なの、弟なのって気になっちゃうのがもう役依存症ですよね。ああ、なるほどね。それは面白いね。だから、うん、その意識が違うってことはそういうことですよね。うん、その英語人はそれは別にどっちでもいいんだと。うん。だからなんか日本語でなんか訳すとさ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、それは、 兄なのか弟なのかわからないとか言って困っちゃう男の兄弟とかね。うん、うん。だからそんなどうでもいいんだよね、はっきり言ってね英語人の頭の、中認識ではね。うん。そ,うね、そこが、やっぱり見え方の違いということですかね。そうですね。だからカブトムシもクワガタも日本人だとその違いが気になるわけですよ。はい,はいはいはい。でも英語だとどっちもビートですよね。おお<ー>、うん、そっか。 さら、うん、に、黄金虫までビートですよ。<laughs> <laughs> うんなるほどね。やっぱり、そうだよね。その、その逆もあるだろうね、きっとね。うん。うん、ありますね。うん。やっぱそれはだから世界をどのように捉えてるかっていう違いでもありますもんね。うん、うん。あとはあれですよね。複数と単数の違いとかね。うん。うん、その、あの、必ず、 英語の人の頭はそれが単数なのか複数なのかっていうのがもう染み付いているっていうのかなそこもちょっと日本人と違う意識の,あの世界の見え方じゃないかなと思うんですけどどうですだから絵,絵をイメージしてるかどうかっていうところで単、うん、数複数にしても関心にしても絵が変わってくるわけですよねあ見えてる絵がね そうですそうです。その絵をイメージし,していればそこを違いが気になってくるんですけど、うんうん、それを気にしないで日本語に訳してだけいると、よまあ、よくわからないってことになりますよね。うん、なるほどなるほど。いやいやいや、そうなんですよ。はい。えー、どうですか浦島さん。ロイさんあのー、このネーミングの中で一番好きだっていうかこれ最高って自分で思うのはどれ。 僕だ僕がですよね。うん、そうそうそう。ええー、まあ、アクセントいい加減病とかア。アクセント、アクセントいい加減病。うん、<laughs> えっと、<laughs> E にビックリマークついてるんで、もう一回言うと、<あ>アクセントいい加減病です。<laughs> アクセントいい加減病。悪い銭湯と書いて、<あ>アクセントなんですけど、<あ>だからアクセントいい加減病なんですよ。 悪い銭湯ってあのお風呂ですよ。銭湯ってね。なるほどな、なるほど。これは何番だったっけ、うん、?41 番。41番210ページ。ああ、確か。これ、そうか。これも、あれだね。悪銭湯っていうのは悪いお風呂屋さんっていうことですね。いい。 びっくりマーク加減病ということで、<laughs> 英語英単語の強弱アクセントに対して無頓着な英語病と。ああ、そういうことか。強弱のアクセント、うん、症状はね、強弱のアクセントをあまり考えたことがない。フィフティーンと言ったらフィフティーと間違えられた。 デザートと、うん、デザートを区別した発音できない。フォトグラファーやバニラのアクセントの位置を知らないと。これはね僕もわかるわ。これ昔からね、うん、アクセントがね苦手だった。本当に昔からアクセントをしてたよ。うん、<laughs> 吉村さん、わかった、うん、あんま面白くないわ。<laughs> そっ<う>か。<laughs> <laughs> このね、アクセントに比べると。だめ、うん。アクセントの方がいいアクセントの方が数段上ですよ。数段上か、そうか。<laughs> はい、そうですか。ということで、要するに、なんだあの、日本語のアクセントは肯定をつけるけど、うん、英語では想定はない。ということが書いてある。うんえー、英単語においては、これは何ですか、強弱。強弱なんですかね、ロイさん。 まあ、基本強弱で、だから、うん、えと食後の方だとデザート。砂漠だとデザート。うんうん、みたいなところで強い位置が違いますよね。そうですね。僕はそれ、はいあの、必ず学生にはね、うんあの、分かんないやつにはね、うん、デザートはいつ出てくるって。後からだろうだらデザートって言ったら、うん、<laughs> デザートなんだよって言って。 あうあアクセントが後ろにあるよってことそうそう、だからデザートって俺食,<ー>食事の後に出てくる。後うん後ろ。砂漠は先に行っとけと。あそうそうそう,そうか。砂漠に行った後にデザートが出るよと,うと、ね。<laughs> ああ、なるほどね。うん。そうですね。アクセントいい加減、表確かにね。うん、はい。まあだけど、この本見てびっくりしたのはやっぱり結構、 こうなんちゅうのかなこれ時間かかったでしょこれまとめるのにまあでもこれまでずっとやってきたことがまとまった感じなので、ねうん、25年だっけまあその言語学,学学び始めてからはそうですねうん、うん、あだけどまあよくなんかこのなんちゅうんですかネーミングをうまく考えてこれだけうまくまとめたなっていうのが僕の正直なね これをですね、うん、なんていうのかなやっぱりこの処方、うん、もう病気別に50個作ったっていうのがすごい、ねうん、すごいすごいます、えー、それであの診療科も別になってましてね英語学習総合科 <laughs> 単語学習科、ね、英会話表現科とかね、うん、そういう,こう診療科別になってます。 えー、そこにいろいろこういうですね、あのー、病気が、えー、症状が書いてありまして、これ読んでるだけでも楽しいなという感じですよ。こういうなかなか教科書は初めて見ました、私は。はい。さすがイングリッシュドクター。モー <laughs> グリーですけど。<laughs> いえいえいえ。いえいえ。まあ、これはあの、ね、<laughs> 国家試験はないと思います、ね。はい。 えー、ということで、今日はですね、えー、2回にわたりまして、西澤瑠衣先生、イングリッシュドクターに来ていただきました。えー、またこれからもですね、なんかの北海道生まれということでもありますので、ぜひまた北海道にね、お越しください。後、え、ろ、ー、島さんも呼んであげてくださいね。はい、もうコロナ次第ですね <laughs> うん。もういいんじゃない <laughs> あれ、英語学校、夢の英語学校は再開したんじゃなかったか、うん、いや、<だ>あのね、今年もオンラインですよ。あ、そうだったっけ、うん、?3 年目。うん、あらら、そうなんだ。俺、毎年何月やってるんですか、ね、?10 月かな。ああもオ今年イン今年のそのイベントっていうのは12月に決めるんですよ。うん、前年度のね。で、はいはい、その時点で、 10月はどうなってるかなって考えたときに、ちょっとやっぱ自信なくて、あの、オンラインしたんです。なるほど。今としてはオンラインしてよかったなと。ううん。なるほどね。結構また増えてますからね、今。そうですね。はい。まあ、早くあの、リアルでね、あの、いろんな方呼べるようになったらいいと思います。はい。その際はぜひ、ロイ先生にも来ていただきましょう。はい。またよろしくお願いします。はい。どうも2回にわたってありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 leave me in your heart someday joy for